はい、おはようございます。小泉ふうたです。ミライナです。皆さん、ミライご飯食べたばっかりです。ミルク飲んだばっかりです。さあ皆様、今日はですね、ミライナのママ、そして僕のね、イタリア人の嫁ちゃんが激白する、まるまるしすぎな日本人というわけでやっていきたいと思います。さあ、それでは今日も頑張っていこう。コルミダディスタート。シャバ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 。はい、というわけで皆様、今日はですね、僕の嫁ちゃん、まあイタリア人の嫁ちゃんはもうね、日本には10年ぐらい住んでるんですよな。10年ぐらい住んでるから、だいぶね、日本の文化にも慣れてはいるねんけど、そんな嫁ちゃん、10年ぐらい住んだ嫁ちゃんが、まだ慣れない日本の文化がいっぱいあるんですよ。その中でも特に今日はね、僕が何個かピックアップしたので、皆様に紹介したいと思います。では、早速一つ目。パスタといえば、98% がスパゲッティっていうね。いや、これ、まぁ、ちょっと、じゃないですか。いや、これも僕もね、思った。わかるわかる。これね、マジわかる。え、パスタってスパゲッティちゃうの？いや、わかる。だって、あのサイゼリアでもそうやし、あのね、ほとんどのイタリアンレストランに行った時に、こうなんか肉コーナー、魚とかって欄があんやん。でそこのパスタ欄にもうほぼスパゲティしかないんですよ。もうほぼほぼマジで9割5分スパゲティで、店によったらほんまに 100% スパゲティの店もなるんよっていうぐらい、やっぱ日本人にとってパスタイコールスパゲティっていうところがめっちゃあるじゃないですか。てかむしろスパゲティ以外のパスタって言われたら何みたいな感じよ。でもね、実はパスタっていっぱいあって、僕らの知ってるやつでは例えばね、マカロニもそうやし、あとね、ラザニアとかもパスタの一つなんですよ。まあ、言うてね、僕らの知ってるパスタなんて、まあ、数えれるぐらいじゃないですか。でも実はこれね、まあパスタ発祥の地イタリアではなんと500種類以上のパスタがあるんですよ。すごくない？ほんまにいろんな、も長さも違えば太さも違う、形も違う、ほんまに500種類以上のパスタが存在するらしい。イタリアでレストランとかにいると行くと、本当にね、いろんな種類のパスタが選べるらしいです。日本人パスタといえばスパゲッティ好きすぎっていうねちなみに僕の嫁ちゃんはね、スパゲッティ嫌いなんですよ。ほんで面白いのが、これなんでスパゲッティ嫌いなんみたいな、パスタイコールスパゲッティやのにそれ嫌いってことはパスタ嫌いなんって言ったら、いや、スパゲッティってパスタの中でも一番ソースが絡まへんパスタやのになんでわざわざそれ選ぶみたいな、もっとソースが絡んで美味しいパスタいっぱいあんねんからそっち選ぼうよっていう理由謎さすが本場イタリアっていう。さあ続きまして、印鑑を信頼しすぎ。まあこれ印鑑とかハンコですね。まあ日本ってそのなんか銀行口座作る時だったり、まあ市役所とかね、役所でなんか手続きする時、何かと印鑑押してくださいみたいなとこあるじゃないですか。でもあの印鑑ってね、まあ確かに海外の人から見たら意味わかんないですよね。まあ、だって100均でもまず買えるし、なんでそこまでハンコとか印鑑に信頼があるのかはマジで今も謎らしいですね。まあこれね、多分中国の文化やと思うんですけど、やっぱアメリカとかヨーロッパ、イタリアもそうなんですけど、ではまあサインなんですよ、手書きのね。もちろん手書きのサインやからこそ、やっぱ人それぞれの癖とかも出るから、めちゃめちゃ信頼性もあるし、やっぱね、人になかなか真似できないハンコなんてすぐ買えるじゃないですか。まあそこはね、僕もね思いました。まあだから日本でも徐々にな、このハンコじゃなくてサインでいいですよみたいな感じも増えてきたけどな。というわけで、印鑑ハンコに信頼しすぎというわけでした。髪の毛ボサッと変な感じになっちゃうな。まあ、印鑑信頼しすぎっていうのもあってんけど、今度はね、人を信頼しすぎっていうね。これ人信頼しすぎというか、なんかその平和慣れしすぎっていう感じかな。これはね、僕ね、カナダに留学してる時にもね、すっごい感じました。っていうのも、僕ら日本人って あのあんまりね、スリとかっていうのにあんまり合わないじゃないですか。だからだと思うんですけど、あのカフェとかね、多分スタバとかマクドナルドとか行った時に、テーブルの上にさ、カバンとか携帯置いてなんか注文しに行ったりするじゃん。で、たまにさ、もうなんなら財布で場所取りしてる人もたまにいるんですよ。あとパソコンとかね、なんかああいうの見ると、ほんまになんかに大丈夫日本人みたいなね。まあ、あんなね、海外でしたら一瞬でパクられます。それ僕ね、カナダに留学してる時にめちゃめちゃ言われましたね。ふうた、なんでこんな携帯机の置いたままどっか行くみたいな、絶対取られるでっていう、まあ、それぐらい本当に危ないことなんで、周りの人を信頼しすぎっていうね。だからこれはまあ日本では多分いいのかもしれない。もしかしたらね、日本ではそのあんまり取られたりすることはないねんけど、例えばね、そういう僕ら日本人が海外に旅行行った時とかにそういう感じのまま行っちゃうと本当に危ないですよね。だからね、日本人ってすごい海外とか行くとスリの被害に遭うんですよね。まあ、油断しまくってるからな。
さあ続きまして、あのね、銭湯温泉で人の前で全裸になる。これはあのね、僕はね、分かんなかった。最初聞いた時どういうことどういうこと、だって海外の人ってなんか日本人よりもなんかこう肌を露出してるイメージあるじゃないですか、ビーチとかで。美味しい、美味しいな、これ外そうかな、これ外そう。そうなんでプールとか海とかは好きやねんけど、やっぱね人前で全裸になるっていうのにね、あんまり慣れてないらしい。まあもちろんね、あのヌーディストビーチとかもあんねんけど、まあでも言うてね、なんかそのもっとね狭い浴室、まあ、温泉とかで全裸になってるっていうのはね、かなりね海外の人が見ると異様な光景らしい。まあ慣れない光景なんで、今もね嫁ちゃんはあの温泉とかで大浴場とか入るのはねかなり抵抗があります。続いて、まあそのお風呂つながりで言うとね、日本人は髪の毛洗いすぎですっていうね。どういうこと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 、髪の毛って毎日洗うもんじゃないんっていうね。まあこれね、そのやっぱお風呂が好きな日本人やからこそなのか、日本人ってね、あの手おいしいな手おいしいな、日本人ってね髪の毛ほぼ毎日洗うじゃないですか。まあ下手したら人によってはもう夜洗ってまた朝もシャンプー朝シャンして出勤してみたいな人も結構いると思うんですよ。でもこれね、これイタリアだけじゃなくて海外、アメリカとかヨーロッパの人って割とね、ほとんどの人が髪の毛洗うのは週に2回とか3回なんですよね。ミライナは毎日洗ってるけどな、今な。てのもね、実はあのね、日本人はね髪の毛洗いすぎてて頭皮が弱くなってるんですよ。あのね、日本人ってね、こうやっぱお風呂が好きやし髪の毛洗うっていう習慣がすごいあるから、めっちゃシャンプーとかしてるじゃない。そのせいで頭皮がこのヨーロッパとかね、アメリカの人と比べたらかなり弱まってるらしい。あと髪の毛のキューティクルとかも、そのシャンプーとかね、結構刺激の強いシャンプーとかもあるんで、そういうので流しちゃってるらしい。なんで髪の毛のケアしてるつもりが、実はね割と髪の毛頭皮を痛めてたりもすると。まあそれはね、まあ、人の好き好きもあるから何とも言えへんねんけど、まあ、それぐらい日本人髪の毛洗いすぎやでっていう嫁ちゃんの意見でした。さあ続きまして、あのね、子供が学校に一人で行ってるのマジヤバくないっていうね。これはね、特にね小学生かな、なんかね保育園とか幼稚園はだいたいパパとかママが保育園とかに連れて行ってる光景は見るんですけど、小学校になると急にね、まだもうちっちゃいのに一人で学校行くようになるじゃないですか。まあまあ、その友達とかと近所で待ち合わせて行ったりするのもあると思うねんけど、大体がね一人で学校に行くようになるじゃないですか。やっぱあの光景は信じられへんって、今も怖くて見てられへんっていうね。もう確かにそう言われてみればさ、そうよね、危ないよね子供だけでね。まあ集団登校集団下校っていうのもあるけど、それでもね、たまになんかあのちっちゃい子供がランドセル背負って一人でね歩いたりしてる光景よく見るやん。でも僕の中では結構当たり前やってんけど、そう言われてみたら確かに危ないよなみたいな。未来はダディに連れて行ってほしい小学校も。そんなことより手が美味しいよな今はな。手に夢中な年頃でございます。もう三度の飯より手が好きっていうね。そんな未来なでございます。もう海外ね、アメリカとかねヨーロッパになると、やっぱりね小学校、下手したら中学校とかも親がね車とかで送り迎えしてると思うんですよ。まあそれはね、学校が日本みたいに近くにないっていうシチュエーションも多分あると思うねんけど、まあ、それでもね子供をしっかり送り届けるっていうのをね、向こうのパパさんママさんはねやってるみたいです。なんで僕はちょっと未来を小学校行ってもつきまとったろかな。過保護、それ日本ではそれは過保護になるのかな、どうなん。手おいしいな、手べちょべちょやで、もおいしい、手めっちゃおいしいな。手おいしいな、食べてもいい。まだまだあんねんけど、今回は、ね、特に僕がなんか心に残った丸々しすぎっていうね意見でした。今回はね、あのイタリア人の嫁ちゃんが見た丸々しすぎな日本人というわけで今回紹介してるんですけどね、なら今年ね冬12月にね3週間ねミライナを連れて嫁ちゃんの故郷イタリアに帰ることになったので、正直ね逆目線でね、イタリア人丸々しすぎっていうところをね見れたら皆様にまた紹介したいと思いますのでね、楽しみにしておいてください。というわけで、この動画気に入ってくださったらチャンネル登録、そしていいねよろしくお願いします。コメントもねバシバシお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。コルミダリバイバイ。シャバンダラ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 。